サルベマリア中西里奈です。今回は大阪教区のカテドラルに来ています。そして堺司教様にインタビューしていきたいと思います。では行きましょう。では行きましょう。では今日は大阪大司教区の堺司教様にインタビューをしていきたいと思います。ではせーの、おー、ではお願いします。簡単な自己紹介お願いします。はい、私は大阪大司教区の補佐司教の堺俊弘です。2018年の7月大阪教区の補佐司教に、除会をされました。まあ、それ以来ずっと大阪で、働いています。司教様の出身はどこですか？はいはい、生まれは兵庫県の芦屋市で生まれて、その後、尼崎に引っ越しまして、小学校からは中学校ですね。でその後西宮市に引っ越して、今はまあ実家、母が住んでますけども、そこは西宮が実家ですね。司教様は幼児洗礼ですか？そうですね、はい、私は兄と姉とそして私の3人兄弟ですけども、兄は六甲教会で、当時まだ両親が六甲に住んでましたので、うん、でその後芦屋に引っ越したので姉と私は芦屋教会で幼児洗礼を受けました。では早速神父になろうと思ったきっかけは何なんですかね？そうですね、まあ、私はオプステなので、オプステはいきなりまあ神父になるというよりも、まず、まあ、独身のメンバーか、まあ、既婚、普通の結婚するメンバーか、その識別をして、で、独身の男子のメンバーの中から、まあ、司祭になることを識別をするんですね。ですから私の場合も、まあ、オプステに出入りを始めて、そしてまず、まあ、独身のメンバーで一生、まあ、そういう形で頑張っていこうということで、ただでその後もう大学出て働き始めてから、じゃあ司祭にということで、まあ、進学校に行ったんですね。でもまあ幼児洗礼ですから、まあ、小さい頃からね、神父さんたちとはよく教区でもそうですし、で中学と高校は、六甲学院というね、イエズス会の学校でしたから、そこにもたくさんの神父さんたちにお世話になって、ですからいろんな神父さんたちを見てきて、まあ、その中でやはり司祭に、というのが自分の、まあ、生きる道かなということを考えるようになりましたね。そのオプステって日本で知り合ったんですか？はい、そうですね、はい、たまたま今もそうなんですけども、オプステは大阪教区で最初始まって、うん、で最初は豊中にあったんですけども、その後芦屋に本部を移して、今でも本部が芦屋にあるんですね。ですから私は芦屋教会に、まあ、中学高校とずっと行ってましたので、まあ、そこでその知り合いから、芦屋のオプステというところがあって、うん、そこに神父さんたちがいるという話を聞いて、でそこに、通い始めたのがきっかけですね。オプステの その通い始めたその魅力とかってどういうところが良かったのか？そうですね、まあ、それまではもちろん信者として、信仰生活を送ってきてたんですけども、多分2つのことだと思います。1つは、まあ、オプステの神父さんに、カトリック料理、カテキズムを教えてもらった。でそれまではそんなに勉強する機会がなかったので、まあ、なんとなく信じてはいましたけど、
すごくこう理論立ててちゃんと説明できるかと言われるとできなかったんだけども、マークテキズムを習うことによって何を信じてるかとか、奇跡とはどういうこととか、どういうふうに生きるべきかとか、まあ、そういうものを全部教えてもらったので、それはやっぱり魅力的でしたね。でもう一つは、まあ、それはオプセだけのもちろん特徴ではありませんけれども、奇跡をねとても大事にするので、許しの奇跡も定期的に預かるようになったし、霊的指導も受けるようになったし、それからご生体に対する信心も教えてもらって、ご生体の前でね祈ったり、まあ、生体さんの式とか、まあ、そういうのも、オプセで、まあ、一番強調されていることの一つなので、それは魅力的でしたね。はい、なぜオプステに入ろうと思ったんですか、独身。そうですね、まあそこは召し出しなのでもともと私はもうそもそも小学校の頃から将来何になりたいかっていう時に、学校の先生になりたいっていう夢があったんですね。でそれはまあ自分がそれに向いてるんじゃないかなと思うことがあったし、で実際大学を出て教師になったんですけども、まあ、そういう中で、まあ、教師というのは子供にね、まあ、教科、学科を教えるんですけども、はい、まあ、司祭は、まあ、生き方も通してですけども、まあ、宗教のことを人に教える立場ですから、そういう面では、まあ、同じ、ライン上ですよね、はい、そういう意味では、まあ、抵抗なかったというか、まあ、もちろん独身であるということはあれですけども、でも、まあ、カトリックの場合、司祭というのは独身ですから、ね、まあ、そっちの方が司祭になるという方の方が、まあ、結婚することよりも自分の道だと思ったし、また魅力的だったと思うんでしょうね。オプステのカリスマっていうのはどういう、オプステのカリスマというのは、まあ、大雑把に言うと、一つは、全ての人誰もが聖人になれるというメッセージ。それは第二バチカン公会議でも言われているので、うん、それ以降はまあ今は普通に言われますし、京子さんもね強調されますけども、まあ、セオスマリアエスクレリはそれを言い出した1930年代40年代というのはまだそれほど言われていなかったので、まあ、非常に画期的なことでしたね。ただみんな成人になれ、なれますよ、なりなさいというだけじゃなくて、じゃあどうしたらいいのかというその形成をじゃあどう与えていくのかというのがオプステの役割ですよね。一人一人のことを聞きながら、まあ、きちっと指導していくというんですね。もう一つは仕事の成果だから、仕事を、まあ、成人にみんながなるというならば、じゃあ何を使って成人になるのかというと、もちろん祈りとか秘跡はあるけれども、でも一日の一番たくさんの時間使うのはそれぞれのやるべき仕事ですよね。勉強であったり、主婦であれば自分の家事であったり、外で働いていたらその働きであったり、じゃあそれをどうやって神様と結びつけるのかっていうのを、まあ、一人一人のことを聞きながら、まあ、指導していくというのがオプステの一つのカリスマだと思ってますので、まあ、それが特徴かな。まあ、あとは家庭形式です。確かに、より知識をちゃんと教える、知らないと本当の意味で理解できないですし、愛することできませんから、まあ、それもまたオプステの特徴かもしれませんね。一回入ってなんかやめようと思った時とかそれは秘密ですね。まあ人間ですからね、もちろん迷いもあるし、確かに、まあ、なんとかそういうことはありましたですけども、まあ、なんとかね。なんとか。司祭は、はい、スペインで除外されたんですよね。そうですね。はい、それは、なぜスペインに？オプスデーの形成っていうのは、独身のメンバーの人は、まあ、全員、男子も女子も全員が、はい、神学の学士の勉強は一応済ませるんですね。つまり哲学と神学の科目ですね。大体40科目、50科目ですけど、それを、まあ、普通は働いてますから、空き時間であるとか週末であるとか、それをオプステの神父さんから習ったりして、まあ、少しずつ勉強していくんですね。でその上で、まあ、司祭になる可能性のある人たちは、とか、まあ、もう少し勉強したい人は、まあ、神学部のある大学で、まあ、進学校のようなところでですね、住むんですね。でオプステの男子の場合はローマとでスペインのパンプロナというところに、ローマは今聖十字架大学という大学で、パンプロナはナバラ大学という、どちらも進学部があるので、ですからそこに私は最初は2年間ローマに行って、その後3年間スペインで、そのナバラ大学で
過ごしたので、ですからその中で最後、まあ、除会を受けたと。じゃあ神父になって良かったことってありますか？どうですかね。まあ、全てがいいでしょうね。まあやっぱり自分のそれが自分の道だという確信が持ててますから、まあいろいろ難しいことも当然あるんですけれども、まあ自分のやってることが一つとして無駄にはなってないという、うん、そういう充実感はありますね。それが、まあ、直接誰かに何かを教えるとか伝えるとか、あるいは秘跡を通して何かするとかということであって、まあ、喜んでもらえる場合もそうですし、はい、まあ、そうでなくても、まあ、一人でなんて祈ったり、ごみさを、捧げたり、目の前にたくさんの人がいなくても、まあ、それが霊的にはつながってということは分かっているので、そういう点では、まあ、ずっと誰かのために何かできているという、ということがあるからでしょうね。2018年に大阪大司教区の補佐司教として任命されたときはどう思ったんですか？いや、それはね、それはもうあの突然のことですよね。ですから特に私の場合は教区の司祭でもないですから、だから、まあ、もちろん司祭であれば誰でも司教になる可能性はゼロではないので、もちろんそういう意味では確かに、可能性としては頭では理解はしていましたけども、それは自分の身に起こるということは全く予想してなかったので、まあ、実はそれはね、2年経った今でもある意味ではちょっとまだ戸惑っていると言いますか、一体神様は私を司教にして何をさせたらいいんだろうかというね、それまではまあオフセの司祭としてで、ある程度、まあ、なんていうか死ぬまで、まあ、こういうふうに生きるというのは大体オフセのメンバーは司祭の姿をずっと見てきてますから、まあ、その青写真、人生の青写真が一応、まあ、描けたんですけども、司教になるとこれは全く分からないし、しかも補佐司教なので、今後どうなるかも分からないし、ですからそういう点ではまだまだその先がね、はっきり見えないという点ではちょっと戸惑ってますけども、まあでも、神様がなさることは意味がありますから、まあ、自分に任せられたね、まあ、今補佐司教としての役目を一生懸命するということですね。司祭の時はどのようなことをしてたんですか？まあ、小さい時はね、お布施の神父さんというのは大体主にはそのメンバーたちの霊的なケアをする、だから、まあ、それ独身であれ既婚の、ね、たくさんのメンバーの人たちがに対する、まあ、霊的な形成を司祭としてできる部分、だからいろいろな聖経を聞いたり霊的指導をしたりお説教をしたり事業を、ね、教えたり、まあ、そういう研修会なんかでお世話をしたり、それがまあ主な仕事ですよね。プラス教区のお手伝いをしたり、まあ、本部の事務的な仕事をしたりとかですね。今は、補佐司教として主にどのようなことをしているんですか？はい、そうですね、あの実はこの春までは事務局長もしていたので、事務局長の仕事の時間的にはね、多かったんですけども、それはあの安倍司教さんが福岡に行かれたことで変わりましたので、今はまあ補佐司教として、まあ、事務的には少し仕事も、まあ、残ってる仕事が少しあるんですけども、まあ、それ以外は、まあ、今、まあ、大司教様から任されている、特に大阪教区の中で、まあ、教会福音部門というんですけども、まあ、その部門も、うん、まあ、いろんなことをしている。その中の一つは、カテキズムを教える、まあ、使徒職養成委員会という委員会から頼まれて、まあ、4年間毎月1回4年間の講座を、まあ、2年目に入りましたけども、まあ、それは割と大きな仕事の一つだと思ってますね。はい、では、司祭と補佐司教ってなんかどのような違いがあるんですか？そうですね、まあ、司祭はね、やっぱり、まあ、もっと現場、ね、まあ、オフセの場合であってももちろんそうでしょうし、教区の神父さんたちもそうですし、司教はやはり、まあ、3つの大きな任務といわれる教える任務と統治する任務と成果する任務で、まあ、成果する任務というのは主に奇跡を与えますから、まあ、司教として、まあ、司教しか基本的にできない、献身、まあ、司祭もできますけども、その場合献身ですね、まあ、それで、まあ、教皇をこう回るという仕事がありますね。だから、まあ、教える任務としては今言ったカテキズムの教えであるとか、まあ、お説教をお借りするとか、まあ、それは特に今あのこのコロナのこともあって、そういうメディアを、ね、通じての宣教というのは必要だと思ってますから、まあ、これからもそれはしていきたいと思ってますね。
統治する、治める任務というのが司教にはあって、まあ、あの私は補佐司教ですから、主には大司教様ですけれども、まあ、教区全体の中でしっかりそれぞれの司祭たちとか、信者の人たちがこう、うまく教会生活を送っていけるように、まあ、相談に乗ったり、まあ、助言を与えたりという仕事はありますから、そっちの方がある意味では司祭とは、まあ、司祭はもちろん自分の教会を持っている人なら自分の小教区を治めるんですけども、司教は全体、教区全体ですから、そういう任務としては少し特別かもしれません。いや、司教様は今後どのようなことをしたいとか、なんか目標とかってあるんですか？まあ、とりあえずはね、任せられたことを。私の場合は一番大事なのは補佐司教の仕事ですよね。それはあの補佐司教になる直前にローマに行った時も、そして去年日本に教皇様が来られた時も、教皇様に会うと、まあ、ちょっと立ち話ではありますけども、ちょっと挨拶をすると必ず、教皇様よく覚えてますからね、私が大阪の補佐司教っていうのを覚えてます、いらっしゃいますから、ちゃんと補佐してますかって必ず聞かれるんですはい、ちゃんと補佐してますというね、そういうことですね。だからそれがまあ一番大切な仕事ですから、まあ、それを今はまあ全力投球してるんでしょうね。皆さんに、メッセージをお願いします。はい、そうですね、どんな方がこのインタビューを、見るのか、分かりませんけれども、まあ、あの特に、まあ、おそらく日本人、日本の方がほとんどかもしれません。日本においてカトリックの人たちというのは 1% にも満たないごく少数です。でそれは、まあ、それなりのいわば責任がね、やっぱり私自身も含めて、あると思っています。ですから、神様に呼ばれている、まあ、どんな召し出しがあるか、それはもうそれぞれが識別をするべきことですけども、あらゆる召し出し、あらゆる信者に共通なことは皆が、まあ、宣教、使徒職、ね、神様の言葉を伝えるそういう、まあ、責任といいますか、まあ、そういう喜びがあるということでしょう。ですからそれぞれの皆さん方のそれぞれの場でじゃあどうやって自分はキリストのメッセージを伝えるのか、どういうやり方がいいのか、誰に伝えるのか、そういうことを常々考えることはとても大事だと思います。それを通して、まあ、召し出し、自分の識別、召し出しの識別がはっきりしている人はよりはっきりとするでしょうし、まあ、これから自分の召し出しを探す人は、まあ、そういう視点から探せば、だんだんと道が見えてくるんじゃないかなと。皆さんのためにも私がお祈りしたいと思います。では最後に祝福をお願いします。主は皆さんと共に、また主祭と共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が豊かにありますように。アーメン。ありがとうございました。バイバイ。はい。